今朝、航行中の村営船フェリー豊島2の機関室で火事がありました。けが人はいませんでした。第10管区海上保安本部や豊島村役場によりますと、今日午前6時40分ごろ、豊島村の悪石島沖を航行していたフェリー豊島2から機関室で火災が発生したと無線で通報がありました。エンジン付近から煙が出ていたということで、乗客乗員合わせて29人にけがはありません。このうち乗客11人と乗員2人の合わせて13人は漁船などに乗り換えて一旦悪石島に避難した後、豊島村の別の村営船に乗って先ほど奄美市の名瀬港に到着しました。煙などが見えなかったので、比較的皆さんも落ち着いて避難していました。もう、非常事態ですので、かなり慌ててらっしゃったかなと思います。早く助かったなということでほっとしました。豊島村役場によりますと、現時点でフェリー豊島2の運航再開の見通しは立っていないということです。